来た。めっちゃ黄色い服着てる。お疲れ様です。お疲れ様です。何やってるん？いや、今日ちょっと。じゃあね、次は何で俺え、ちょっと待って、なんでここいるん知ってるんだろう。なんでレイミちゃんに今日ここに来るっていうのを聞いてて。ちょっと待ってるね、マジでちょっと。おい、レイミ、何やってくれてんの、マジで。ちょっと待って。あ、面白そうだなと思って動画撮りに行きました。休日みたいな。そうですね。え、ちょ、なんか最近流行ってる休日。はい。なちょっと待ってね、マジで。ちょっと待って。何ここに来たらって何、どう聞いたん、何しに行ってるって聞いた。献血しに来てるって聞いてたんですけど、献血しに来たんですか。そうです。もともと名古屋でちょっと別の予定があって。あ、はいはいはい。まあ、それに行って、はい、でそのついでに献血に行ってたって感じです。めっちゃ恥ずいやん、何これ。なんで献血行ってることさ、みんなの視聴者に。確かに。そらそら、マジで血抜かれるわけやん、はい、って血抜かれてさ、はい、新しい血がまだ作られるわけやん、体内で、はい、なんかさ、軽くデトックス感を感じててさ。あ、知らんです、もうほんまにデトックス効果あんのかどうか知らんけど、気分が、はい、なんか汚いもん抜けて綺麗なもん生み出すみたいなさ、うん、デトックス感があってさ、はいはいはい、なんか私グロが好きやから、はい、なんかちょっと血抜けてるとかやばくねみたいな。でもなん自己満みたいな。でも完璧に自己満やで、もういいんだと思って。もう誰かのための、誰かのためのか全く分かんない。自分のため、自分のデトックスと自分の血が抜けてるやばくねみたいな気持ちをその子。意外ですね。これいつまでついてくるの。で、でも今日夜まで。夜まで。でも何？はい、休日ルーティン的な。そうですね。あの寺岸さんの動画みたいな。ルーティンとか、ちょっと待って。なんかそう食べて。まあ、ブラッと買い物、はいはいはい、行こうかなとは思ってたけど、お昼、めっちゃさ、はい、辛いもんめっちゃ好きで。あ、そうなんですか。もうベロいかれてんねんて。マジでベロいかれてるぐらいで、はい、家にデスソースあんねんて。なんでやるんすか。ちょっと辛いもん食べたいなと思ったから、ちょっと献血など辛いもん行こうかなぐらいに。行きましょうか、じゃあ。行きます。大丈夫、うちめっちゃやばい。いや、大丈夫です、もうついてきますじゃん。ついていける。はい。あんまりまだ調べてへんねんけど、はい、何やってんの。2000円やんな。はい、2000円行きましょうか。そうやな、ちょ、初めて行くねんの店、めっちゃ辛い、有名やんの店。マジで撮影来るとなんてほんま思ってへんかったよ。もうなんか自分が来ると思ってなかったです。いや、なんやろ、まだそんなのやろ、はい、今までの人らさ、家凸やったやん。そうですね。だからさ、家凸かなと思って。免疫の口癖とかやばくないですか。さすがに女性なんで、そう、家凸はあれかな。あ、まあ、動画になってますけど。動画になってるけどな。てか、そう、いや、献血の話をしなあかんくなるなんて。絶対変なやつだと思われたやろ。はい。僕、あの、毎回頼むのはこの青菜炒め。すごいニンニク、臭いっすけど。めっちゃ美味しいっすよ。いい匂いするやん。出ないから、今まで隠してたから。はい。え、これどうやって食べるんですか。そのままガブッといっていいですよ。そう、ちょっと暑い、辛いのは好きやねんけど、ちょっとね、こじた気味で。あ、そう、暑いのはな、ちょっとな、苦手やねんけど、めっちゃ美味しそうやん。うん、美味しそう。どんぐらい辛いんですか。ヤングよりはそんな辛くない気がします。どうですか、美味しいですか。辛くないですか。うん、辛い。あ、辛い。辛いけど、はい、美味しい。まあ、でも最低でもこれぐらいの辛さはないと、あ、辛い欲、はいはい、欲は満たされないな。うん、最低レベルなんすね。まあ、辛いものじゃなきゃダメってわけじゃないけど、普通にピリ辛とか、うん、カレーとか、なんだかんだ甘口カレーとか、はい、
辛いの食べたい人めっちゃ無性に辛いの食べたいっていう人があって、はい、あそれをその欲を満たすんやったらこれぐらいの辛さを書いてるんですよ今からちなみにどこ行くんですか免疫来た後なんですけど特にそのなんか適当にブラブラしようとは思ってたけどはいアニメートもうまあアニメート行ったりマフックとか見たりなんかはいもうなって思ってたけどはいアニメートなんかそう結構まあ知ってる人はコアなファンの人は知ってるかもしれんけど、はい、アニメとか結構見ててアニメとか用なく見ても面白いからあそうですねあそこなんかずっととかやってて面白いよね店美味しかったな辛くなかったですか全然辛かったけど、まあでも美味しかったでもなんか、あんなにそのまま汁っていうか、はい、めっちゃ辛いって可愛い汁割には、はい、そんなマジかなって言っちゃおったマジですかまだ、ま、辛いのとかはまだいけるけどでも美味しいあれマジであそう、美味しかったですよね美味しいから全然また食べに行きたいほんまにアニメイトに、はい、ちょっとねそうですね結構免疫いったらちょくちょくアニメイトに見に行くんですよ一人やったら、はい、結構アニメイト行くこと多いかもアニメイトですねマジで配給めっちゃ好き配給好きっすか配給オーラに見てる僕見てないですマジでね配給ねめっちゃ面白い人気だ、これあれ2期するの見てる見てないっす2期がもうすぐ始まんねんて役ネバは調査兵団ですねうちの推しキャラはいないですけどなんかでカナンちゃん好きこいつだカメラのところさ、はい、マジでさ、めっちゃ感動じゃなかった、はい、あ、配給やん、配給あ沖縄のコーレグースっていう調味料が私大好きで青森に唐辛子をつけた調味料で、はい、それが辛くて美味しくてうどんとかにかけたり、味噌汁に入れたりしてあー、うまそうですすごい美味しくて、ほんまにで、それがね、切れちゃったんで課題物好きには激辛調味料が必須ですねデスソースと高齢グースとあとなんかその、はいはい、一味めっちゃ辛い一味みたいなのもあって、はいはい、普通の一味じゃないんですかそうただの一味なんかもう辛いその世界の唐辛子、はいはいはい、をなんかいい感じにブレンドさせたなんかそのハバネロとか、はい、ジョロキアとかなんかそういうめっちゃ辛い唐辛子をなんかの一味みたいなそうそれが私んちの昔から調味料ですねそうここ輸入品のもっかそうそう。これです。そう。これ中が泡盛り、はい、と唐辛子と酢。はいはい、ほら唐辛子。唐辛子もこれだんだん辛さが液体に入ってったらこう沈んでいくねんて。はい、ああ。ポカポカ浮いてるけど。じゃあまだ。そうまだもそうまだまだもう辛くなるっていうか。で足らんくなったら泡盛り出したらまた使えるみたいです。唐辛子が浮いてる間は。あ追加してできるらしいですこれがね、もう大好きでこういうとこ見たらさ、ね、すごい美味しそうなさものっていうかさあってさ楽しくない、うん、デスソース買った日にさ、はい、ちょっと味見って言ってさスプーンにさ、はい、デスソースペッてかけてダメと思ってマジですえそれ言ってましたであ美味しいみたいなだからすごい辛いだけじゃなくてそう酸味とちょっとなんか野菜の香ばしさっていうかなんかそういうのもあって、はい、それをさスプーンに直接デスソースを、はい乗せて食べて味見した絶対バカですよそんなんする人いないっすよちょっと今からははいタワレコにねタワレコタワレコ結構バンド好きやからバンドのとこ何個か見て、まあ、あ、これ私今バンドめっちゃ好き最近インディーズからデビューした、はい、インディーズの時から結構ライブ行ってたはいでそれがピックアップされててめっちゃ嬉しいアレクサンドロスの曲あ配給ですスパイアンとか普通にあスパイアン氷見大好き氷見、はいはい、ほんまに氷見大好きバーンとも聞いてダッド大好きこの辺りのアルバムの歌とか多分ね、はいめっちゃでこのうちこの歌好きこの0541-2これ起こしてって読むねんけど、はい、うちこの歌がめっちゃ好きラッドの、はいはい、このアルバムは多分最強のアルバムこれ絶対絶命絶対絶命これも最強ヤバティ大好きヤバティこれね歌詞の中身がなさすぎて最高やねんって歌詞がすっからかんすぎて歌詞がなんかもうとりあえずこれ
曲名見たら分かんないけど、なんか、はい、ケース王道マットが僕に教えてくれたこととか、もうめっちゃこの歌な、はい、もう中身すっからかんで面白い。とりあえずなんか歌詞がね、なんかすっからかんでいいっていうか、ヤバティめっちゃいいね。ヤバティ好き。内首獄門同好会、これも歌詞がちょっと変わった歌詞が多くて、そうキノコタケノコ戦争とかめっちゃいい。シムもいいな、シム。あとね、もちろん大好きなアーティスト。あ、これですか。ファンクラブ入ってる。オーラル、もうマジでね、大好き。今までもこれ好き、これ好きってめっちゃいい。これもう一番大好き。オーラルとラッドがもう大好き。はい、ちょっと最寄り駅についてですね。ちょっとそうですね。いや、マジで。はい、来ると思わんかったしまって、いやほんまにもう霊名覚えとけよ。もう割とあの、はい、カメラあるからめっちゃペラペラは喋ったけど、はい、まあ行くところは割とよく行くところっていうか、まあ、はい、まあ割といつものいつもの巡回場所みたいな、まあまあまあな定番コースっていうか、まあそんな感じですね。まあちょっともう来ないでくださいね。いやでも意外な一面が見れてよかったんじゃないですか。まあ、確かに辛いものが好きとか、まあアニメとかも。そうやな、確かに意外な一面やったかな。う、ね、もう来ないでください。では帰ります。明日も仕事なんで。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。また明日もお願いします。でもまた見てね。